頭の先からつま先まで全身真っ赤っかの男、狂気の道具マニアのガチ収集をご覧ください。しかし赤いね。いやーやっぱ出てます、ボイルファイヤーな気持ちで。どうしたの？バーニングですよ。めっちゃ赤いじゃん。行った？行った？おいおいおい、どうしたどうした、赤になって飛ぶようになった？赤いやん。カモン。いいね。ジュンどうしたんや。気づきました。気づくよそれ。さすが高見さん、違うやっぱ。いやそれ気づく。そうなんです。ちょっと変えたんですよ守備。え？いや。じゃあ最近ね源田選手がね。いや止まるなと。違う。守備とかじゃなくて。何これ。このスパイク。グローブとグローブリストバンド、リストバンド2021年、はい、赤ザル、赤ザル、赤犬とはね全く関係ないんで皆さん集英社には問い合わせないでほしい。なんでまた、はい、まあ、毎年なんか色決めたりとか、まあ、去年紫が多かったんですけど、うん、とかいろいろやってるんですけど、紫が良かった悪かったじゃなくて、うん、去年普通にまあアッパレ入って一番数字が良くなかったんですよ。まあ去年ね。で手応え的にも、うん、あんまり良くなかったなっていうところで、はい、で僕一番好きな色はやっぱ赤。うん、で最初落としとかも赤とか使ってて、はいはい、でも学生時代とかも道具めっちゃ赤多かったんですよ。で今年は初心に帰るという意味も込めて、おちょっと赤でいこうかな。なるほど。夏でちょっといいじゃない、かっこいいよ、はい、他のものもなんか赤なの？あ、もちろんもちろんです。全部？はい、一通りはあります。マジで、はい、ちょっと見せてよ。お、いいっすよ、見ます、うん、わかりました。お見せしましょう。見せたいんでしょ。いやもう本当に特別ですよ。見せたいんじゃん。特別に待ってたじゃん今の。いやいやいや、もう特別に。いやなんかすごいの持ってきたね。いいしょこのバッグ。うん、ガラガラ系の。めっちゃいろんな入ってそうやな。一通り出してくれるじゃん。わかりました。うん、すごいな。こんな感じです。よく集めたね。レッド、マジ赤じゃん。マジ赤です。すごいね。とりあえず赤を。新しく買ったものはそんなにないです。あ、そう。もともとファンもありました。はいはいはい、もともと持ったもん、うん、はい、ありまして、うん、で、今年は赤にしたいという気持ちがありまして。なるほどね。思ったわけでございまして、これでさ、今年の運勢さ、はい、あのバットから赤だったらウケるんだけど。俺このアシックスのスパイク、これ、あ、ちょっとこれはですね、ちょっと悪い。これさ、絶対さ、プロのやつでしょ。ちょっと、俺アシックスのさ、スパイク芸人の時使っててさ、はい、え、なんか似てんなって思ったんだよね。あ、これと同じ？なんか似てんなって思ったから、はいはいはい、めっちゃ気になったんだよ。これはね、一撃必殺の時計用です。ここ一番、一試合しかない。これね、一試合履くとね、痛いっすよ足。あ、まあね、ソール薄いから。一試合やって歯がいい時はこれ、ナイキのちょっとナイキのね、爪のね、クッションさんのやつ、うん、はい、今年履こうと思ったやつです。神戸で、お、ミズノ、あ、SSK か。 SSK のブロックソールなんですよ。おお、天然芝じゃないですか。菊池選手がずっと SSK の契約、うん、今ミズノさんと契約してますけど、うん、SSK と契約してた時もブロックソール入って、やっぱ天然芝じゃないですか、広島松田も、うんうん、やっぱ天然芝と合うのかなと思って。そうね、そうで、ちょっと履こうって思った。バットはですね、あ、バットレガシーの赤バージョンです。マーク、グリップマーク、おー、ミドルバランス出たんですよ最近。いよいよショーとかもタイカップ使えますし、うんうん、多いよね、うん、あの若手軍団短めタイカップ好きなんで。そうだね。確かに多いわ。これちょっとみんなで使おう。ベテラン組割とあのタイカップ使わないから。そう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 。これは去年脅したやつで、まあ、はいはいはい、仕上がってきて、まあ、ちょっと今練習させて汚れてますけど、まあ、あ、いいじゃない。ちょっとまだ硬いんで、うん、ちょっとあのこれね、スラッガーの印象変わると思いますよ。これは皆さんスラッガーにしては初めてこんなゆっくり育ってます。割とすぐ使えたんですけど今まで。そうだよね、あの皮が柔らかいしね。
これは結構パリッパリな感じなんで、はいはいはい、ゆっくりゆっくり今いいじゃないですか、育ててる感じです。これはまあ以前紹介したんですけど、以前もあの名前入ってツボイツボさんが入ったね。でこれもちょっと先輩からいただいたやつで、はい、これも先輩からいただいたやつで、はい、めっちゃもらうじゃんもらいます。でまあこれはね、この辺特産 TV でありましたけど、はいはいはい、新しいね、ちょっとこれもあの神戸で使おうと思ってた。赤なんですね。そう、手のひらが赤で、後ろが金と銀っていう、もうこれとね、うん、これに関してはもう18年ぐらいから使ってたんですけど、最近赤使ってないんで封印してたのを出してきて、これは大学生の時にかっこいいなと思って買った赤のリストバンドで、はい、でこれは17年の時に黒のアームスリーブとセットで売ってて赤で、当時ねセラミックバーギアさん、はいはいはい、うん、大学の時から使ってるとか、うん、なんかすごい物持ちいいですよね、純粋って。これ意外と取ってあるからね、うん、すごい。マジか。新しいの買ったら普通古いのって捨てるとかね、あのあげるとかね、うん、手放すってことね、うんうんうん、でもすごいなって思いました。ちょっと執着があるっていう言い方もあるけど、愛着愛着じゃなくて執着とか執着なのか、どっちかっていう、どっちもやな。確かに今年は僕はちょっと2021年は、はい、ちょっと赤猿で、赤猿いこうかな。じゃあもう赤猿って呼んでいいですか、シュリザルじゃなくて、赤猿で今年もね、赤猿でレッドモンキー。ただちょっとあの金ユニがあるんで、今年もあの、うん、Z さんの、はい、リブのやつ、うん、あの時はキザルでもいいかなっていうのもあったりもして。キザル、ちょっとワンピース意識してるんですか。たまたまだよ。たまたま、ほんと赤の道具ってあるんですよ、結構しかも、うん、まあそうだよね、赤って多いんで、うん、もう収集しやすいというか、確かに人気あるからです。余計今年はやっぱ使う道具の幅が広がりそうだなと思います。なるほど、赤なんで。また今年も散財していくってことね。まあ意識はしないんです、絶対するじゃん、気がついた。それで皆さん、今年も頑張ります、私、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。